皆さんこんにちは。さあ今日はですね、久しぶりにね、ヘッドホンの紹介なんですが、うちで今まで紹介してきたものとね、ちょっと一味違う面白い商品になります。本日紹介するのはこちら、ジェンハイ MU6 リングオープンイヤーヘッドホンです。こちらの商品ですが、ジェンハイ様より提供していただきました。ありがとうございます。はい、ということでですね、いわゆるこのスポーツ系のね、イヤホンなんですけども、こうパッと見た感じね、なんかこう骨伝導ヘッドホンなのかなとかちょっと思ったんですが、これね、骨伝導ではなくね、オープンイヤータイプのね、ヘッドホンになってます。しかもですね、2通りの付け方ができるということなので、非常にね、ユニークな製品となっています。それではカメラ切り替えてね、詳しく見ていきましょうか。はい、箱の中はね、非常にシンプルになっていまして、取扱説明書。説明書に関してなんですが、英語の他にも日本語でもね、表記されています。このように図解入りで書いてあるので、まあ、初めてこういった、ね、商品買う方でも、問題ないかと思います。そして、充電用の、マイクロ USB のケーブル。そしてこれが最初何かなって思ったんですが、これ反射板ですね。はい、この反射板を本体のこの後ろですね、ここに、貼って、ね、使ってもらうことになります。これを貼っておくとね、車とか通った時に、見やすいんではないでしょうか。で、本体の質感なんですが、全部プラスチックなので高級感はあまりありません。重さは35グラムと非常に軽くてですね、頭にかける場合でも耳に引っ掛ける場合でもどちらに対してもね、そこまで苦にはなりません。で、さっきも言いましたが、これね、パッと見こう骨伝導式のね、イヤホンに見えるんですが、この部分、はい、音が鳴るね、この部分なんですが、通常のね、空気振動式の、イヤホンやヘッドホンと同じ形式となっています。バッテリーは満充電で約10時間再生可能と、ワイヤレスヘッドホンの中では結構長時間ですよね。で、充電に関してなんですが、さっきも言いましたが、これタイプ C ではなくマイクロ USB っていうところが、まあ、ちょっとだけね、今時厳しいかなって思いました。まあ、ケーブルついてるんでね、充電自体はそんな苦ではないんですけども、できればね、昨今の仕様にしてほしかったですね。で、耳に当たる部分なんですが、このままオーバーヘッドとして、ね、使うこともできますが、ここ見てください。120度ぐーっとね、こんな風に回転して、耳掛け式にね、することができます。で、この耳掛け式の場合なんですが、この部分ちょっとね、分かりづらいかもしれませんが、この、音が出る部分とこのね、当たる耳が当たる部分なんですが、ここに隙間が空いてるんですよね。この隙間にメガネのつるを挟めることによって、かなりしっかりとね、保持することができます。これはね、メガネやサングラスをしてる人には非常にね、優しい作りですよね。で、この状態ではね、帽子以外にもフリースキャップとかとのね、相性も非常に良かったです。では実際に装着してみましょうか。さっきも言った通り、こんな感じにオーバーヘッドタイプでつけることもできますし、この耳に当たる部分をぐーっと120度、回転させることによってで、耳掛け式で使うこともできます。で、耳掛け式もオーバーヘッドもどちらもこんな風にですね、耳の穴を一切塞がないデザインなので、周囲の音を聞くことができます。そしてこのね、耳掛け式、これメガネをつけてればですね、このね、メガネのつるに、この本体がしっかりと、はい、挟まるので、首を振っても全然ね、ブレることはありませんし、非常にね、装着感はいいですね。今まで使ってきたね、イヤホンやヘッドホンの中ではね、これ一番いいんではないでしょうか。本当、メガネやサングラスしてる人にとってはすごくね、優しい作りとなっています。で、今はこんな風にキャップね、かぶってますが、このようにフリースタイプのキャップをかぶっていても、このヘッドホンであれば干渉することは、ほとんどありません。これ今の時期すごく助かりますね。どうしてもね、外、非常に気温が低いですから、結構こういったね、フリースのキャップかぶってランニングとかすることがあるんですが、この場合普通のイヤホンをつけてしまうと、はい、今ね、普通の、ワイヤレスイヤホンをしたんですが、これわかるでしょうか。このフリースのね、キャップの部分とイヤホンがね、こんな風に、こんもりしてしまいまして、非常に、ね、これ苦しいっていうかね、耳がちょっと痛いんですよね。でもこのね、MU6 リングであればそういったことは一切ありません。で、次は音質についてなんですが、骨伝導式ではなくオープンイヤーなので、変なこもりとかは一切なくて、意外とね、低音もしっかり、出ています。今僕聞いてるんですが、まあ、高音も低音もね、そこそこ出ています。ただしですね、これ耳穴を一切塞がない仕様なので、臨場感とかはあまりなくてですね、なんか FM ラジオよりかも少し、高音質なくらいかなって思います。そして、まあ、やっぱりなんていうかね、ちょっと不思議な感じですね。耳の穴をね、塞がってないんですが、音はちゃんと聞こえてくるって感じなんで、なんかね、慣れないとね、少し違和感みたいなものも、ありました。そして音漏れはね、壮大にありますので、電車の中とかはね、全くおすすめできません。ちょっと今ね、これ聞いてみましょうか。こんな風にね、ちょっと外しまして、首元のこのマイクに近づけてみますが、どうでしょうか。はっきりとね、音が聞こえるくらいに、これ音がね、漏れてます。このくらい離してもね、こっから音がしてるのは分かるくらいですね。なので、まあ、あんまりですね、この静かな環境とかではなく、自転車ですとか、あとスポーツクラブとかランニングとか、野外で、なおかつスポーツって用途、の
ヘッドホンなので、ちょっと使う環境とかは気をつけてください。でこのヘッドホンスポーツ用ではあるんですが、防水性はあまり期待できないので、あんまり、ね、雨が激しいような環境では、ね、使わない方がいいと思います。まあ、僕自身スポーツクラブで使ってまして、まあ、多少ね汗ついたくらいでは問題はなかったんですが、ザーザー降りの雨の中とか雪の中ではちょっとねこれは、おすすめはできません。電話や音声アシスタントは使えるんですが、内蔵のマイクの音質に関しては、まあ、Bluetooth のね、まあ、イヤホンについてる、標準レベルの音質です。マイクのテスト中、現在 MU6 で音声を取っています。声はどうでしょうか。マイクのテスト中。はい、どうだったでしょうか。一応通話とかはね問題はないんですが、ちょっと高音質とは言い難いですね。音声アシスタントとかはね、問題なく音を読み込むことができるんですが、会議とか長い時間ね、ちょっと通話するときにはこの音質ではちょっと向こうが疲れてしまうかもしれないので、電話とかあとボイスチャットくらいでは問題はないかと思います。で実際ジムでこのヘッドホン使ってみたんですが、ベンチプレスやねダンベルプレスといったねこうベンチ台に寝そべるような種目があるんですが、こういった場合ちょっとこれがねベンチ台だとしたら、ここにこう頭をつけた状態で、まあ、運動するんですが、この部分がですね、この首の後ろに、当たるこのヘッドバンドの部分がこのベンチ台と干渉してしまって、ちょっとねこの耳のね当たる部分がずれてしまうことがありました。そういった場合は一度外して、こんな風にですねヘッドバンド型にしてこう当てることによって首の干渉をね、抑えることは、できました。耳の穴を全く塞がないデザインなので、館内放送とかをね聞き逃す心配はありませんし、運動用としてはこれ非常に、ね、優れたヘッドホンだと思います。 Bluetooth のペアリングも非常に早くて、まあ、スマートフォンと接続するときもね電源入れればすぐつながってくれます。で一応ねこれマルチペアリングも対応してるんですが、2つ同時つなげることはできないので、片方の Bluetooth を1回オフにしてペアリングモードにしてもう片方につなぐっていう形になります。で一度登録してしまえばねすぐ呼び出すことができるので、まあ、片方の Bluetooth をオフにしてこっちの電源入れれば、まあ、素早くねつながってくれるので、2台の機器をね行き来するのは非常に簡単でした。ただですねこの Bluetooth、音と質も全然問題はないんですが、若干ね、音の遅延というのが発生してしまいます。なので音ゲーですとかスマートフォンのゲームであればやっぱり1秒くらい遅れてしまうので、ちょっとねそういったた目的では使うことはできません。あくまでこの動画を見たりですが音楽聞く分には問題ないんですけども、ゲームであればかなりね音ずれを起こしてしまいました。はい、ということで今回はジェンハイの、MU6 リングオープンイヤーヘッドホン紹介してみましたが、どうだったでしょうか。運動用のねヘッドホンとしてはとてもね良い商品だと思います。こういうふうにヘッドバンド式としても使えますし、耳掛け式としてもね使えるので、まあ、非常にメガネをしている人にもね優しい作りだと思います。骨伝導式とは違い音質はねそこまで悪くもなく、低音も高音もね、程よく出ているので長時間聞いていてもね疲れることは、ありませんでした。で軽量でねバッテリーの持ちもいいんですが、できればこの子ねバッテリーは、充電はタイプ C にしてほしかったかなって思います。あとですね内蔵マイクの音質はね、まあ、ちょっとそこはね微妙かなってところがあるので、長時間とかの会議にはあまりね向かない商品だと思います。あとこの可動部分の、ちょっとね耐久性が心配ですね。今はこんな風にカチカチってラッチが効いてますけども、なんか使っていくうちにここがプラプラしそうな気はするんですが、今のところね僕が、1週間くらい使ってますけども、特にそこはね問題はありませんでした。非常にねこのスポーツ特化のイヤホンとしては全然ありなので、ぜひねそういったものを探している方おりましたら、動画下の概要欄の方にね詳しい URL 貼っておきますので、そちらで見てくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様も何かを参考になれれば幸いです。で今後もですね、こういった面白いデジタルガジェットありましたらどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。